シュバルムタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中央部、ホーゲルスベルク郡の町村である。シュバルムタールは、シュバルム川上流、ホーゲルスベルク山地の北斜面に位置する。シュバルムタールは、北は、アルスフェルト及びグレーベナウ、東は、ラウターバッハ、南は、ラウタータール、西はフェルダタール及びロムロートがある。ラインドート地区には、 家具工場が2つと、地域外にも知られたレストランであるグラウリヒがある。ヘルガースドルフには、アルスフェルトに本社を置く保険代理店がある。レンツェンドルフには、シュトルンドルフに本店があるパンや、ベッケライカールの支店がある。ブラウアーシュベントと、シュトルンドルフには、医者の診療所と、歯科クリニックがある。町内を、アルスフェルトからラウターバッハを経由して、フルダに至る、連邦堂。 B254 号線が通っている。レンツェンドルフ駅は2011年12月までホーゲルスベルク鉄道の停車駅であった。ありがとうございます。